格闘技イベント、K1 リバース2、2023年12月9日、土曜日エディオンアリーナ大阪下向き黒三角第9試合 K1 ワールド GP 女子フライ級タイトルマッチ。3分 3R、延長 1R 黒丸カナ、日本、K1 ジム三元者やシルバーウルフ、王者、判定ゼロの三三者共に29。30ゼロアントニアプリフティ、ギリシャ、ファイトクラブガラツイ、デファヌスエリートチーム区、 57.5kg 世界王者、区から 55kg ギリシャ王者、ベンデッタから 57kg 世界王者、挑戦者、ホト、プリフティの強烈なキック。K1 ガールズと記念写真も叶わ19年の初代女子フライ級王座決定トーナメントを制して王座を体感。22年6月からは4試合連続で KO 勝利。今回は4度目の防衛戦となる。対するプリフティは、 キックボクシングで24戦21勝の高い勝率を誇り、並行して MMA では4戦2勝のキャリアを持つ二刀流ファイター。これまでに世界キックボクシング連合、区、でから 57.5kg の世界王座、オーストリアの格闘技団体、ベンデッタ、ではから 57kg の世界王座を獲得している競合だ。1R、一回り体の大きいプリフティに対し、 カナは出入りの動きを良くして左ジャブ。だが、プリフティも右ストレートで応戦。カナは再度左ジャブを当てるも、プリフティも左フック、右ストレート、膝蹴りと襲う。カナはサウスポーにも変わるが、オーソドックスに戻って左右フックを打ち込んで初回を終える。ニアール、プリフティはジャブから入り左フック、右ハイキックと連携。カナはジャブを当てるが、 プリフティも左フックを当て返す。打ち合いでプリフティは体格差を効かせて押していく。右ストレートを受けカナはやや後退前に来たカナにプリフティは左ハイキックもこれはカナがガードする。プリフティは左右前蹴り。カナは右フック、右ハイと攻め返す。3R、カナは前に出てプリフティをロープに詰めてカーフキック。だがプリフティも前に出返して右。 左とフックを打ち込む。カナはガードを固めて前に出て、ミドルとカーフでプリフティに応戦。カナのミドルにプリフティはやや動きが鈍る。しかしプリフティの左右ストレートを受けカナも足が止まる。両者打ち合いで終了。判定は30から29、30から29、30から29の3対0でプリフティ。初参戦ながらカナの王座を奪った。 新王者となったプリフティは長らくの夢であった K1 のベルトを手にした喜びを語り、チームやコーチである父親、仲間たちに感謝した。